まま辞めてえな、何もかも。そういう時に、まあ明日も頑張ってみるか、みたいな。誰かにそういうの与えれたら気持ちいいですね。ルーディがもしかしたらなくなるかもっていう時に続けられるきっかけになってくれた人。まあ日本一のバンドにはなりたいかな。今やってるのを明日もやったらいいかなっていう感じがあって、ルーディってどんなバンド、まあ、あえて言うならザ・ルーディになる。前日飲んでて換気してたんですね。換気してます。全然構わんよ。ああ、いろんなバンドマンといろんなお客さんおるからな。パープルヘイズ、お願いします。ありがとうございます。大丈夫かい？大丈夫じゃないの。あの人たちが失敗しても俺ら止まらん。止まらん。いいよ。止まるのよ。スティックが全部なくなったら。スティックとかなくなったら笑っちゃうわ。これ多分燃え尽きるわと終わった後に、で、灰になるつたりさんがさ、消し済みになるさ、解散やん。その後燃えやすい。解散だ。じゃあ解散だなって言うよ。え？後ろから。はい、よし。本場で間違えたからな。はい。よっしゃ。よっしゃ。ロケンロー！ロケンロー！よっしゃ！やりましょう。皆殺しで。皆殺しで。皆殺しでいきましょう。楽しみましょう！よろしく。イエーイ！よろしく、よろしく、頼んだぞ、頼んだぞ、頼んだぞ。
もしている。サンタロボマジがいつでもそばにいる。サンタロボマジが僕らを諦めない。なんでどうかバカにする。道を進むだけ Darling ありの中を突き進め、何一つ難しいっすね。アイドル好きっすね俺。アイマス大好きだな。ゲーム、うん、あと最近 VTuber ずっと見てますねそうだね、ライブの俺見たらねそんな感じはしないかもしれないですけど、割と俗物です。俺はベース、自分を表現するための道具っすかね。なんか曲作ったりとか音楽やってねえと落ち着かないから、ないと困る。なんか何でもよかったんですけど、絵描いたりとか小説書いたりとか、何でもよかったけど、音楽が一番、楽しかったのかなって思います。始めたのは高1ぐらいで、友達にバンドに誘われて、でも俺は本当ギターを買いに行ったんですけど、なんか気づいたらベースの方がかっこよかったからベース買って帰ってきちゃって、だからそのバンド2回ぐらいしかライブしてないですね。なるほど。楽しいことをやった方がいい、人生は。なんか、苦しいこといっぱいあるけど、天秤にかけて、かけた時に楽しいことが多い方が絶対に。辛いことを、なんていうのかな、苦しいことを我慢して、楽しいことやった方がいいよっていう人いるかもしれないけど、苦しいことなんかそんなにしなくてもいいと思う。楽しいのが一番。久々さん、新しく入って、いや、最初ギター下手でね、めちゃくちゃ。多分俺の方がギター上手かったんですよね。で、ただなんかね、まあ、今も別にすげえ上手いわけじゃねえけど、久々さんは気持ちいいっすね。弾いてるとこが、見てて。気分がいい。なんか、なんていうのかな。多分、なんていうのかな。久石さんはね、多分全部捨てれる。そんな人。花崎は、花崎に関しては、花崎だけは多分ルールの中で違って友達かもしれないです。友達の延長線上でやってる、ずっと。ただなんか、俺らが無理くり誘って東京まで来させたけど、諦めずやってるから、根性あればあるなってたまに思うかな。まあでもヘタレですね。アマケンは多分一番似てる俺に。わかんない、俺の中では思考回、似てるっていうか、
なんだろうな、大学でハマケンに会ってバンド誘われた時に、まあこいつのやってもいいかなと思ったから、ただ同学年だったら絶対揉めてる、超喧嘩になる。うん、でもまあなんだろうな、まあ3人ともね面白いです、面白くねやつとは一緒にいられねえ、おなりて、あー難しいな、売れてとかって思うけど、でもなんかそれよりもずっと思ってるのは、俺はなんかね、毎日毎日とんじゃないけど、たまにすげえ死にてえなって思う日があって、嫌になって全部このままやめてえな、何もかもって思う日がたまにあるけど、今までもずっとあったけど、そういう時になんか俺は音楽聴いて、まあ明日も頑張ってみるかみたいな気持ちになったから、誰かにそういうのを与えれたら一番気持ちいいですね。そういう存在にいつかなれたらいいなって思います。それは誕生日が最近だったので、この間11月の1日だったので、鎌倉にちょっと旅行に行ってきて、大仏とか見て楽しかったですねそんなもんで大丈夫ですか割とメトロノームとかを聞いて、ちょっとだけなんかこう自分の中のリズムを整えてあげるぐらいですね。あんまりコトコトしすぎると逆に疲れちゃう。あ、ないですね。もう、あ、でも多分、いつもこうトランクスタイプのやつを履いてるんですけど、ライブの時はボクサーを履いてます。まあ、料理ですね。ちっちゃい頃から好きで。で、それを好きすぎて、この体験になったって感じです。美味しいんですよね、食べる。美味しいもの食べるのが好きなの。お好み焼きです。ドラムは、うるさいやつ。音がでかいんだね、やっぱり。でも楽しい。いつまで経っても多分、おもちゃみたいな思うんです。いつまでも遊べるもの。で、それで自分を表現できる。すげえ真面目に答えてる。はい。佐々木さんは、一番付き合い短い、ね、途中から入ってもらったんですけど、やっぱり嬉しかったですよね。ルーディがもしかしたらなくなるかもっていう時に、その別の形ではありますけど、続けられる。きっかけになってくれた人なんか恩人みたいな。でも仲良くやらせてもらってますね。友達って感じです。はい。
気が合うんですよね、うん、あいつにがいたから多分このバンドに入ったし、うん、まあ、友達の延長っていうのがいいことかどうかわかんないですけど、ね、うん、右が誘ってくれたから、もちろんね、年相とかも誘ってくれましたけど、うん、彼がいないとルーディに入ってなかったと思います。和健はね、和健はやんちゃな弟みたいな感じですかね。年下だから許せることとかもすごいいっぱいあって、でもあいつがこうわーって走ってくれないと僕らをこうなんかこう泳いって言いながらついていくことができないんで、すごくなんていうんですかね、いいやつですはい、まあ、ルーディー、そうですね、なんか例えば100年とか経ってこの曲なんか知ってるなとか流れたその人が聴いてあーって思えるような音楽ができればいいかな。でもそれは多分言い過ぎだと思う。いろんな人に聴いてもらえてる曲、うん、いろんな人に知ってもらえるバンドになりたいですね。わかんない、よくわかんないです。いいこととか嫌いなやつとか好きなやつとか好きな場所とか嫌いな場所、行きたくない場所とかいろいろあるけど、いろいろあっていろんな人がいるけど、その人たちが今日7時半に池袋アダムザ・ルーディワンマンライブに集まっていろんな人がいるけど、今いる人たちはみんな同じなんだな、俺と一緒なんだな、みんな一緒なんだな。でここで俺はずっとみんながどんなことがあるかとかわかんないけど、俺のロックを、俺が信じる音楽をずっと出していきたいなって思って、それがロックだったりパンクだったりブルースだったり、好きなことを好きなようにやってそれでいいんじゃねえかっていうことを俺は表すのが一番かっこいいなと思って、そうなりたいと思ってずっとやってきました。でここに来たらこの音が聞こえる、ルーディに来たらルーディに会える、それが間違いないっていう、そういう思いで新曲を作りました。パンクロックが聞こえるって曲です。クソ誰と叫んでた心の中では、悔しさで握りしめた忘れられないこと、冷たくあしらわれ邪魔者にされても、涙をこらえながらしがみついたこと、ブロックがちょっと聞こえる、自分を超えてゆけと、眠れない夜を超えあなたと出会って、忘れられない
聞こえる。ワンツースリーフォー。ヒロトかな YouTube の、ブルーハーツのリンダリンダで、なんだこいつはで、そっからだな。高2の春休みかな。うん、それぐらい。いつ？いつはでも決まってないな。なんとなく出る時もあるし、作ろうと思って。で、バッて出る時もあるし、うん、まあ、あとニュースとか見てる時、テレビ見てる時とかも出るんですよ。花ちゃんはね、普通の人っぽいけどすごい変な人かな。面白い。ムリさんは優しい人だ。でも変態だな。やっぱ変な人だ。マケンはね、すごいな。なんかちょっとなんか、ね、次元が違うような雰囲気があるから、うん、雰囲気が違うから。俺にとってルーディとは、ライフワーク。ルーディはどうなっているか。まあ日本一のバンドにはなりたいかな。
何も考えないかな。うん。うん。いや、うん。考えたら、なんかあんまり失敗したりする。全然、何も考えてない時の方が、ハマケンになってる。ルーディってどんなバンド？ルーディは、そうっすね、どんなバンドでもないバンドになりたいかな。ルーディはルーディですかな。うん。ロックか。なんか意外とあんま考えたことなくて、そういうのロックとかパンクとか、まあでもうわロックだなって思うときはなんかあの野生な感じとか魂とかなんか理性じゃないのが出てるのがロックかなって。犬とか動物とかが一番ロックだなです。麦さんはね尖ってて、優しいかな。はい。花ちゃんは面白いのと、あとは多分すごい未知数でこのあとすごい進化してどうなるか超楽しみ。うん、
サシさんはそうだな、サシさんはあの一番怖そうに見えるけど実は怖そうで超雑そうに見えるけど超繊細で、あの目がかっこいいです。はい、メンバーメンバーが違う。あとはあんまり考えてないかな。あとスーツ着たかなってぐらい。あとはあんまり変わんないんじゃないかな。将来将来か、あん本音を言うとあんまり将来興味がない。なんかあんまり考えないけど、まあ今やってるのをそのまま明日もやったらいいかなっていう感じがあって、であと、まあ、あえて言うなら、さっきも言ったけどルーディってどんなバンド、もうザ・ルーディになる将来です。Bye.